石川県の皆さん、富山県知事の新田八郎です。私は長谷博さんを心から応援しています。なぜ隣の県の知事が長谷博さんを応援をするのか。最近、私たち地方自治体に対する住民の皆さんのニーズは多様になり、そして複雑になっています。 一つの自治体だけで対応するのが難しい課題も増えてきています。なので、私たちは公民連携をしたり、あるいは他の自治体と広域的に連携をする必要があります。就任して一年余り、谷本正則知事と二回にわたり知事懇談会を開催しました。一度は富山県高岡市で、 もう一度は石川県輪島市において。輪島市は私の曾祖父や祖父が輪島塗の漆器商として商いをさせていただいたところです。私の父親が生まれた町でもあります。これらの懇談会で観光のこと、あるいは県をまたいだ道路のこと、そして北陸新幹線のことなど、谷本知事と私は 様々な点について連携をしていくことで合意をいたしました。新しく選ばれる知事にも、このパートナーシップをぜひ続けていただきたいと思います。その上で、私が最強のコンビを組めるのが、長瀬博志さんだと信じています。長瀬博志さんとは、私が民間人の頃からのお付き合いです。人懐っこい性格、そして、 有言実行、言ったことは必ず実行する、大変に頼りになる方です。また、私の姉は北海道知事を4期16年務め、今は参議院議員を務めています。姉も長谷宏さんとはとても仲良くさせていただいております。そんな関係でもあります。また、富山県の国会の先生方に伺っても、 長谷ひさんをとても頼りにしておられます。どうか、石川県と富山県、ともにウィンウィンの関係をさらに強めていく。もちろん、競争するとこは大いに競争しましょう。でも一緒にやった方がいいことがたくさんある。これを共にやっていく。そのパートナーとして、私はぜひ、長谷ひさんになっていただきたい。どうか、石川県民の皆さん、 加瀬博さんをよろしくお願いいたします。